さて今回開けていきますのは SH フィギュア2仮面ライダーサウザーです。はい、こちら仮面ライダー01に登場いたしますザイヤの社長アマツガイが変身するライダーで、プログライズキーと絶メライズキーを両方使って変身するライダーということで、後々ものすごいパワーアップが来るんじゃないかなと思って待ってましたけど、結局これで最後まで突き抜けましたね。外箱パッケージはいつもの01系のフィギュアーズって感じで、左上に企業名が大きく書かれているのと、プレ版限定ですので窓がありません。裏面はこんな感じです。なんか本編よりゴールドがちょっと暗い感じがするのは気のせいだろうか、ちょっと心配ですね。あと今回はレードライザーが付属いたします。それでは開けてまいりましょう。おー、体型は悪くないけど、思ったより金の明るさ、暗いというよりは明るさが抑えめって感じかもしれないよ。おー、すごい頭部造形だね。うわー、やっぱこうやって手元に届くとマジかっこいいな、いいなーって言葉が漏れてきちゃうな。というわけで中身は仮面ライダーサウザー本体と交換用の手首パーツが全部で7と見せかけて、ここにももう1個あるんで8つ、サウザンドジャッカーと交換用のグリップエンド、そしてレードライザーです。レードライザーはこれ実は腰に一周させるタイプではなくて半分しかないんですよね。なので他のフィギュアの腰にこいつ当ててガッとこう手でね、専用の手首がありますので、これで文字通り押さえつけるって感じなのかな。でもさ、それはレイドライザーじゃなくて絶メライザーじゃねっていうところあるんだよな。そう考えるとこれが半分しかないのは、ポージングとしてはどうなのっていう感じがしますけどね。そしてサウザンドジャッカーはかなりデカめのものが入ってますね。モールドも細かく入ってるし、ゴールドの塗装もめちゃめちゃ綺麗ですね。で、グリップエンド部分は手で簡単に外すことができますので、付け替えることで、これを両手で持たせることでグリップエンドを伸ばしてる状態ですね。引っ張れ的な感じのことをすることもできます。それではサウザー本体見ていきましょう。最初に開けた時も言った通り、思ったよりも金色は色が抑えめって感じで、本編だともっと明るいというか、なんて言うんだろう、赤みがかってるって言ったらいいのかな。まあそれでもゴールド加減はきちんと表現されてますし、個人的にはちょっとっていうような感じの出来ではないので全然ありかなと思いますけれども、気になる人はいるかもしれません。上から見ていきましょう。特徴的な5本の角がきちんと表現されてて、あのサウザー独特の長い顔もきちんと表現されております。副眼も紫のクリアパーツでしっかりと表現されてますね。首部分のアンダースーツの模様とかもきちんと表現されております。腹部にアンダースーツのシワもきちんと表現されてて、この辺ほんといい感じでございます。腕部分もモールドはしっかり入ってますし、ここの微妙なところのシワ感も表現されてますね。手の甲のこの角張った部分とかね、この辺りもきちんと表現されております。サウザンドライバーも細かくきちんと塗られてて、絶メライズキーも取ることができますし、プログライズキーもきちんと取り外すことができますね。そしてベルトは独立して稼働いたします。そして足の部分もゴールドの塗装、シルバーの塗装、めちゃめちゃ綺麗に仕上げられております。なんかさ、サウザーって顔が長いせいか細身なイメージがありますけど、本編見ると結構下半身はムチッとしてんだよね。なのでこれも全身のバランスとしては非常にいい感じだと思います。裏面こんな感じで、そうそう、ここ角張ってるなんか角みたいなのあったよな。こう見るとウルトラマンかよぐらいのなんかシルバーの尖り具合があるけど、可動面見ていきましょう。首は全然問題なく動かせますね。この首周りがかなりすっきりしてますから、横にも倒せる、前後も OK。 肩パーツも腕側にありますので、水平まで上げるときちんと逃げてくれますし、二の腕のロールあります。肘を曲げることができます。手首も回転いたします。胸可動あります。腰可動あります。ベルトも独立して動かすことができます。足はこれぐらい開きますね。水平ではありませんが十分開くと思います。前後は余裕余裕。太ももから可動しますし、膝もバキッと曲げることができます。足首も可動しますし、つま先を曲げることができますね。
それではいろいろとポージングさせていきましょう。サウザーといえばやはり両手をよく広げてるイメージがありますね。サウザー&ジャッカーを持たせてみるとやっぱでかいっすね。武器として非常に迫力がある。ゼロワンのアーツがあれば能力を吸収している状態をきちんと表現することができますね。もちろん大胆な振り下ろし斬撃攻撃や格闘ポーズもしっかり決まります。レイドライザーに関してはそれを持たせるための専用の大きくガバッと開いた手首パーツがついておりますので、イメージ的にはこうやって無理やりつけさせてる的なことをすることはできますが、やっぱこれは絶命ライザーなんだよな、レイドライザーじゃなくてな。はい、というわけで今回は SHP ギア2仮面ライダーサウザーをご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。